行くところは決まってました。そこに社会人は入りますというお約束をしてまして、ハンズアップって言われたんだよ。撃たれると思って江川卓の高され、あまり語られていない1年間のアメリカ留学についておお、なるほどね。どっから話せばいいんですかね、このアメリカ留学は。なんでアメリカに行かれたんですか。はい、今年の正月にくじ引いたんですけど、おみくじっていうんですね。皆さんがお正月に行っておみくじ引かせていただいたんですけど、大吉に当たることはほとんどないんですよ。だいたい小吉なんですね。で、何がこれ関係するかっていうと、いろんなとこでくじに当たりません。当たらないって言ったらいいのかな。指名していただいてるんで、外れではないんですよ。すごくありがたいことなんですけど、諸事情がいろんなことが、これから長い年月、いろんな絡みでお話しするようになると思うんですけど、そういういろんなアクシデントっていうんでしょうか、タイミングというんでしょうか。タイミングの方がいいですね。タイミング合わずして、その球団の方に、せっかく1位指名いただいたのに、入れないってことが実はありまして、アメリカに関しては大学の時に指名していただいたところに入らないっていうことになっちゃったんですね。お世話にならないっていうことになっちゃって、その中に選択が3つありまして、選択 A、 社会人野球に進む。これは社会人野球入ると2年間社会人野球やんなきゃいけないっていう決まりがあって、社会人野球終わってからまたドラフトされてプロリーグに入ると24か5になっちゃうので、ちょっともう寿命的に難しいんではないかなというふうに思ってましたけど、行くところは決まってました。東芝さんっていうですね、元は東京芝浦電機っていうんですよね。それはいいですね、どうもね。ここにお世話になることに、実は先輩からお誘いがあって、もし行かないことになったらそこに社会人は入りますというお約束をしてまして、面接も一応 OK で、私が言ってるんですけど、多分向こうも OK だと思うんですけど、いただいて行くことになってました。選択 B、 元木さんが1回やりましたけど、ハワイに行って1年間練習をしていく。これは調べたら、元木さんはちゃんとやられてたんですけど、多分ですよ。割とこう練習する人数がなかなかいないので、ピッチャーっていうのはボールをいろんな投げなきゃいけないので、そこがちょっと行っても練習としてなんか不足するんじゃないかなっていうのが B 案でしたね。いや、C 案。C 案というのは、日米野球というのがありまして、大学の時に日米野球に選ばれてまして、アメリカに遠征行って試合を向こうの学生とやったり、日本に来てやったりっていうことを何回か経験したので、向こうの大学ですね、卒業してから行きますので、練習生として USC というところですね、 University of Southern California ですね。英語っぽく言っても言えるんですけど、別に分かりやすく University of Southern California USC ですね、ここが受け入れてくれると、練習生で受け入れてくれるということになったので、そこにしようかと。そこだったら練習で試合も練習試合も入れてくれるかもしれないということになって、アメリカ行きが決定しました。まず何に戸惑ったのか。これはまずせっかく行くからには、なんか英語も覚えてきたなと思ったんですね。で、どうやったら覚えられるかって言って、日本の方とかいろんな方と一緒に暮らしてしまうと、英語多分覚えないだろうなと思ったので、思い切って日米野球で一緒にやった向こうの選手ですねと一緒に暮らしてみようと思いまして、向こうのアメリカ人の方と一緒に暮らす、なんていうの、今なんていうんですかね、ルームシェアですか、彼と私と2人で、で彼が寝るベッドメイクするようなものと枕とか、そういう寝具っていうのね、を持ってくると。で、僕が家賃を払ったんだと思うんだよね。英語を教わるわけですから。で、2人で生活が始まるんですけど、これ大体約3ヶ月一緒にやるんですね。4、5、6だったような気がしますけど。で、朝起きて、まず始まるのが朝ごはん作りですけど、僕は当然料理得意じゃないですから、毎朝ラーメンですよね。お湯沸かして、インスタントラーメンで言いますね。毎朝ラーメンを食べます。で、彼はコーンフレークですよ。今流行りのコーンフレーク。ミルクボーイのコーンフレークですね。これを食べるんです。牛乳かけてコーンフレーク食べるんですけど、で、お互いそれを非難するんですよ。What is this? って言うんですよね。簡単な言い方ですから。それは何みたいな。あんたも何よみたいな。そんなんで栄養つくのかよ。牛乳かけてなんかお菓子みたいな食べてるけど。
あんたそんなツルツル食べてっけどさ大丈夫なわけみたいな、しょっぱいよみたいな会話が毎朝あれして、その後練習に行くんですけど、で最初はバッティングピッチャーですね。コントロールが良かったの でボールがすごく回転がいいので、もうみんな喜んじゃって、向こうはほとんどコーチが投げますから、そのピッチャーやった人がバッティングピッチャーやるってケースないので、もう毎日百何十球もう江川は投げてくれですね、大好きなんですね。コントロールいいし打ちやすいし、でもそれずっと3ヶ月ぐらいやりました。実戦の場がない時に、このデドさんっていう、あの西部野球でも代表監督になられたデドさんが、アラスカで7、8球でしたかね、サマーリーグっていう、アラスカサマーリーグ、日本人でやった人はいないんです。でアラスカに4つの企業が、まあ、石油会社、鉄道会社だったり、いろんな会社が4つあって、その4つがそれぞれ将来ドラフトされるであろう選手、あるいはメジャーでやってたけど少し成績が上がらない選手を自分のところでピックアップして、その人たちを呼ぶわけですね。呼んで昼間みんなアルバイトをして、夜試合を見せる。学生は昼間アルバイトして夜試合を見せる。で僕はそういう仕事のビザは持ってなかったので、昼間は日本人の奥さんとアメリカの鉄道会社に勤めていたフランクっていうんですけど、フランクさんの家に居候をして、昼間は芝刈りやったり手伝いをしたりして、夜試合に投げたっていう、それがアメリカの6ヶ月間ですね。だから456は練習ですね、あのカリフォルニア で789はアラスカに行って、アラスカサマーリーグに、多分今でも多分僕一人だと思いますね、他に日本人行ったって話聞かないので。まあそのアラスカサマーリーグから何人か将来はメジャーにみんな入ってくるわけなので、メジャーの卵をやってますんで、レベルかなり高いので、そこで大体こうメジャーでやれるかどうかが分かるわけですけど、そこでまあ4試合ぐらい投げられたので、メジャーの感覚は持ってるわけですね。だから昔テレビ番組かなんかでその偉そうにメジャーのことを語ってましたけど、語れるわけですね。メジャーの卵でやってましたから、あたかもメジャーでやってたごとく喋ってしまうという、喋る資格を持ってるっていうんですかね研修医みたいなものですから、ね、野球でいうとこんな感じでしょうかね。C56 はカリフォルニアで、だからバッティングピッチャーとチーム内だけの練習試合です。対外試合はあの学校に所属してないんでできないんですよね。カリフォルニアの何か思い出とかありますか？カリフォルニアの思い出ね、車の免許を取ったことですかね。カリフォルニアでまだ残ってるからお見せしますね、後にねカリフォルニアの免許証っていうの見たことないでしょ。日本で取らずにアメリカで取ったんですよ。アメリカで車を運転してたんですよ。で、まあ、YouTube っていうのはこういうの言っていいんでしょうね。うなずいてるから言うねうちの親父にはすっごい安い車買ったっつって結構高いの買ったんですよ何乗ったんですかお金送ってもらってあの BMW っていうの買ったんですね。本当はもうちょっと安いのって言ったんですけど結構するんだとか言ってお金送ってもらって BMW 乗ってました。学生であまり BMW 乗ってるいなかった。でも僕のクラスメイトじゃねえや、ルームメイトはポルシェ乗ってましたからね。黒いポルシェ、いつも音楽が流れたのはあの音楽あの覚えてますよ。ビージーズってサスタッタッタシンギュシンギュタッチない、あ、分かる分かる、なんだかビージーズって、ビージーズじゃなかった、ドゥンドゥラーン、タラララランっていうね。まあそのうち歌声も披露しますけど、あのそれを彼はなんかもうボリュームいっぱいかけたの覚えてます。まあ、もう45年ぐらい前の話ですからね。で彼はもうそのトム・クルーズみたいな顔してましたから、トム・クルーズに似てるって、トム・クルーズ知ってます？トム・クルーズに似た顔してたからすっごい女の子にモテて、チアーガールって見る、チアーでいるんですけど、チアーの女の子に、チェアをはやされたっていうシャレじゃないですよチェアの子たちにもすごい人気があった。だってトム・クルーズだもん、ほぼ。これは人気あるよね。で日米野球出てるのすごいからね。その車でどこ行ったんですか？僕はだから後にその3ヶ月間アメリカ人と車のシェアした後に日本の家族のところにホームステイするんですけど、そこに行って何してたって、何してたんだろうな。海はあんま行かなかったですね。ラスベガスに何回か行きましたけど6時間かかるんですよ。
ほいで、ラスベガスの帰りに、パトカーに捕まって、ジャケットが着てたんですけど、あれ映画みたいなんですよ。ほいで、後ろから、って来て、なんて言われたんだろう。英語忘れたな。そこに車を食べろ、みたいな。なんて言うんだろう、英語で。その時英語分かったんだよね。車を止めて出てこい、みたいな。なんていうの、英語で言えなかったね。忘れたもんね。それで、右のここのポケットに、内ポケットですね。内ポケットに、パスポートが入ってましたから、手をこう入れたんですよ。手入れたんです。パスポートは外に入れたの。こうやって。そしたら、拳銃を買って、ハンズアップって言われたんだよ。撃たれると思って、本当はボタンを取って、こう見せなきゃいけないのね。こう見して、こっちに入れとかなきゃいけないらしいよね。利き手じゃない。普通みんな右手利き手だから、ここの中に入れといて、パスポートを見せなきゃいけないのに、忘れてたのね。プルーンとなったからさ、置いてこいみたいな。英語で言えばいいよ。忘れてた。置いてこいみたいになったから、手を入れたんです。その瞬間、構えられた時にゾッとしましたよ。今だから話せる。恐怖の一瞬ですよ。初めてピストル構えられたんですよ。怖かったですね、あの時はね。それはその場で終わったんです。終わりました。ハンズアップって。すいません。あーって。今スピード出したよなって言って、英語間違ったんですよ。間違ったのは覚えてるの。本当は、I didn't know って言わなきゃいけないと、I don't know って言っちゃったの。知らねえって言っちゃったんですよ。それでも、こうなったんですよ。I don't know って言って、知らねえみたいなのになっちゃったわけ。I didn't know と、すいませんでしたって。I didn't know ルールとかね。なんとか言えばいいわけじゃない。ルール知らなかったとか。過去形にする大事じゃん。大事だったの学んだのそこで。ホールズ、ハンズアップで。過去形だと思って。現在形じゃねえみたいな。これはテレビで放映されてないので、そんなことがあったんですよ。怖かったですね。でもいい思い出ですね。過去形。大事ですよ。英語の時は過去形教えてくださいね。日本の英語の授業は、やっぱ現在形を教えて、ほとんど過去形ですから、向こうで話してる時は、そうだったんだよねが多いから、did っていうのが多いんですね。do より did のが多いから、過去形を教えた方がいいと思いますよ。授業では。警察関係の皆さん、結構野球好きな方もいらっしゃるというふうに聞いておりますが、まあ、休みの日ですね。お家で、ぜひこのチャンネルご覧いただいて、江川卓も結構いろんな経験したのねと、そういうこともあったのねっていうようなことを思っていただくとすごくありがたいと思いますので、お仲間の方にもぜひお勧めいただきたいと思います。江川卓の高されやっておりますので、チャンネル登録をぜひお願いいたしたいと思います。同じ部署の方にもぜひお勧めしていただいて、喋るときは過去形でよろしくお願いします。